美濃斎藤家、マムシ斎藤道三を当主として着々と半島を広げるその家に一人の青年が仕えている。青年の名は明智十兵衛光秀。彼は道三のもと美濃の安寧を保つため力を磨き続けていた。天文18年、斎藤家は南に隣接する尾張の織田家から突如侵攻を受ける。若き当主信長率いる織田勢の激しい攻め手に抗するべく、道三は光秀ら家臣に出陣を下知した。光秀編第一章、黄河美濃防衛戦。使命を果たす。織田の手勢が間近に迫ってきたか。急ぎ打ち払わねば。うつけ殿の攻め筋いかほどか。お手並み拝見といこう。みんなまずはあの砦を奪い返そう。稲葉山城は僕たちの手で守るんだ。安兵衛はこたびの戦の要、道三様同様倒されるわけにはいかない。うむ、頂上頂上、引き続き猛攻を浴びせてやれ。目障りな織田は残らず動き抜かん。これ織田の増強どもめが数に物を言わせおってからに。味方が危機に瀕しているようだ。助太刀に行こう。諸子はこの本田平八に任せとけ。ほら攻めろ攻めろ。軍師のようだ。打ち取ってしまえ。見つかっちゃったか。対処しないと安心して策を打てないな。ここを取る気か。そうはさせねえ。俺を信じる主の顔に泥塗りたかねえからな。ああ、いいところに。お願い力を貸して。くそ、お前強いじゃねえか。すまねえ竹千代。
この一帯の脅威は払えたようだ。弓兵のみんな、用意はいい？崖下の敵を穴だらけにするよ。救援、本当にありがとう。これで次の策を打てそうだ。織田の動き、想像以上だ。これは僕自身の目でも確かめておかないとかな。砦の奪取に成功した。織田の増援も差し止められたようだ。中央の軍勢を払えば戦況を変えられよう。いかな強敵とで切り伏せねば。斎藤の奴らも気合入ってるじゃねえか。だがな、この式で倒れるまだだじゃねえぞ。織田の前線は突き崩した。今より反撃に転じる。斎藤の攻勢が強まっただと。穏やかではいられないな。予想以上に速い。私が本陣を守護いたします。開門。本陣までの道、立ち塞がる将は残らず払うのみ。本陣への道が開けたようだ。これで総大将の間近に迫れよう。斎藤ごときにやられる我らではない。来い、帰り討ちにしてくれる。開門。斎藤の奴ら攻めに転じた。受けてみろ。その作戦、僕にはお見通しだよ。彼らの足止め頼んだからね。天神に信長がいない。奴は一体どこに。本陣は制した。信長を倒さねば、この戦は終わらないだろうな。さて、俺も出るか。敵本陣を落とせば、親父も俺を見直すだろう。斎藤義辰め、本気で突貫とは舐めおって。返り討ちにしてくれるわ。吉達様、独断行動は控えてってあれだけ言ったのに。早く援護しないと。危機は去ったか。つくづく油断ならぬな。織田の動き、なんか引っかかるな。ひとまず今は残る砦を奪取しておこうか。その務め、我らにお任せあれ。わずかな手勢ではあるが、尽力いたそう。ザコに俺が止められるかよ。本陣に突っ込むぞ。砦の奪取に成功したね。お手柄だよ。ありがとう。さっき奪った砦から前線に援軍を送ろう。これで戦局がより有利になるよ。信行、敵の誘引ご苦労。
この隙に俺が敵陣を切り崩す。本陣はおとりだったのか。その大胆さと度胸、敵ながら恐れいる。さて、次は崖下に控える斎藤の将来を片付けるとするか。おお、援軍感謝いたす。共に織田を打ち払おうぞ。斎藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ陣地を。長い！こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。奴の力、他の将らとは比較にならない。ならば俺も死力を尽くし相対せねば。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするか。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。織田信長だ。うつけと評されし男にこれほどまで深く攻め入られようと。まあ鬼才の割にはやりよるわ。だがこの城、ただのうつけには落とせぬぞ。白い男だ、明智光秀。いずれまた会うこともあろう。待て、取り逃がしたか。織田信長、そこ知れない男だ。今回の苦戦は僕の力不足によるものです。申し訳ありませんでした。そう言うな、半兵。お前の策に穴はなかった。とがならば織田の勢いをしのぎきれなかった俺にもある。へっ、揃いも揃っておじけづきやがって。うつけ程度に何をそこまで。お言葉ですが、奴のひらめき、短気は人形ならぬものです。うつけと見くびっては足をすくわれかねません。それに俺はおじけづいてなどいない。次こそは俺の刃が勝ってみせます。良いぞ光秀、それでこそ美濃のマスラオよ。皆も来たる戦に備えて修練に励むがよい。
要件は何？そうせくでない。機長、お前は織田に嫁げ。わかった。やれやれ、相変わらずすげない愛娘だの。務めを果たせよ、機長。